グラシア小金グラシアは東日本旅客鉄道が1989年から2010年まで保有していたジョイフルトレインと呼ばれる鉄道車両である。2003年に小金に再改造されたが、本校では合わせて解説を行う。JR 東日本東北地域本社のジョイフルトレインはすでにオリエントサルーンが存在していたが、新たに以下のコンセプトを織り込んだ。 ジョイフルトレインを企画した。この結果がキハ 58K 機動車を種車に、氷山工場で改造されたのが、グラシアである。キハ59510編成は、以下の車両で構成されている。うちは、9番号。当初は、全車両とも、グリーン車扱いであったが2000年3月30日に、普通車へ、車種変更され、等急記号が、ロから、ハになった。 2003年のゴールデンウィークに運行された黄金街道深ひれ号を最後に以下のリニューアルを試行し相性を小金に改めた。この節では主に改造当初の構造について記述する。戦闘の1.3号車では戦闘部の形状を大幅に改造して非貫通型とし前面上部に後退角をつけて窓を拡大。車体前面走過に全消灯、微灯。 ヘッドマークを設置し、全面下部にはスカートを装備。また通常は連結器、ジャンパ連結器もカバーを装着。中間の2号車は、運転台の撤去を施行。側面では、各車両とも運転室側の出入り口扉と、戸袋窓が塞ぎ大きな一枚窓を設置。客室窓は防音と、隙間風防止のため固定化を実施。車体塗装は上部を、ライトグレー。 裾部を、ジェリーレッドとしたほか、白色と青色の細いストライプを採用。客室は通路を端に寄せ270度まで、回転可能で45度ごとに固定することができる、リクライニングシートを一方に一人掛け、他方に二人掛けを千鳥配置とした。客室の前後端に28型のモニターテレビを設置し、ビデオカラオケ装置も備えるほか、先頭車に設置された。 ビデオカメラで撮影した列車前方の映像を流すことも可能。先頭運転室はガラス張りの半室構造に改装し、運転室を撤去した中間車ともに左側のデッキを撤去。先頭車のデッキ跡に展望室を設置し、前面、側面に配置された窓からの展望を可能としたほか、中間車ではカウンターテーブルと公衆電話のついたラウンジに改装した。 和式トイレ、洗面所は、1号車では天井員室と荷物置き場に、2号車では洋式トイレと化粧室に変更した。台車は変更されておらず、動力台車は、従来の DT22C 型、キロ29506の付随台車は、同系列の TR51C 型を装備する。エンジンは改造と同時に、出力 250PS の DMF11Hz に、 感想。冷房装置は、従来の AU13、A 型分散式冷房装置のままであるが、従来の7機から戦闘車では5機、中間車では6機に削減。冷房用発電セットも改造前から、装備されていた 4V 系発電用エンジン DM83、型発電機を引き続きキロ29506に搭載した。 1989年10月31日に、落成市小ご運転区に配置。同年11月11日から営業運転を開始し、臨時列車や団体列車などで運用された。2010年6月17日に、仙台市社より、同年12月26日のありがとう小金、さよなら小金を最後に運用終了することが発表された。 2011年7月19日に、郡山総合車両センターに配給改装された、後フィリピンに輸出された。フィリピン国鉄小金エスパーニャ駅近く2019年12月から、フィリピン国鉄の首都圏の通勤車両として利用されている。2005年8月に、気仙沼線陸前横山陸前と倉間を臨時改速。 黄金巡り号として走行中に逆転ミッションが脱落し緊急停止した。その後しばらくの間急車状態となった。2010年8月29日の上り、小金深ひれ号で松島発車後に、車内灯と空調設備が作動しなくなるトラブルが発生し、終着の仙台まで非常灯を使用した。ありがとうございます。